異界の。そう、おう、ゆは幽霊とは失礼な。まだ召されてなどおらぬ。ああ何も聞こえねえ。俺の原稿でとっとと成仏しやがれ。あれ、いね、幽霊が消えちまった。どっか別の場所に行ったんじゃない？だって神出鬼没の幽霊だし。やっ、マジだってね。いきなり襲ってくるとは、なんと無体な。やったるぜ。あれ、この人見覚えあるんですけど。くらいやがれ。なんだよ、幽霊の正体は顔色の悪いおっさんか。あー、超安心した。超すっきり。あっ、七不思議の一つ、痩せこけた幽霊。イメージにした霊で食料庫によく現れるとか。腹をすかせた幽霊。ねえよ。ああ、なんか俺も腹がキュッとなってきた。響け。A はここで一体何を。詳細は後ほど聞く。あれ、あの人味方の軍師じゃん。私たちのこと泥棒と勘違いしたって感じ。なんだ、官兵衛だったのかよ。よかった。あ、ちょっと後が怖えけど。押し通る。呪うぞ。まさに。お前、やべ、呼んだ。呼んだよな。え、私何も言ってないんだけど。なお
生産。はっか。呪ってやる。あの頭巾かぶった連中が俺を呪うって。なんだよ。ガチでわけわかんねえよ。てか、これも七不思議じゃない？呪いの言葉を吐く頭巾の集団ってやつ。なんで俺が呪われなきゃなんねんだ。マジで。それは面白いからだ。あっしは成り行きで付き合っただけだよ。やったるぜ。愉快なもんが見られるって言われてね。なんかこいつらの正体が分かったような。人を脅かす怪盗をコートンに教えていたの。まさにお前は見事に流れに乗ってくれたな。確かに病みつきになっちまいそうだね。なあ、それも正則殿の反応がいいからさ。奏でよ。なんでこの状況でこんなことに全力なんだよ。頭いいやつの考えることはわかんねえ。三味線の音が聞こえた崖じゃねえか。ついに来ちまったぜ。やったー。もうすぐ正体がわかるんじゃない。気分上がってきた。かき鳴らせ荒ぶる魂のままに。しゃー、こいつの正体わかったぜ。妖怪三味線小僧だ。しみりそうだ。水産この人のことわかんないとかなくない？特徴ありすぎなのに。反骨の魂が俺に語りかけ、お前の声に耳を傾けろ。誠実に。やっと静かになったか。場所考えて引けよ。そうならば俺はお前のそばにいよう。響け。俺の反骨の魂、そうしろと言っている。よっしゃー。これで三味線の謎は解けたぜ。七不思議なんて、やっぱなし。なあ、七不思議の謎、もう結構解いたよな。もう帰ってよくね。てか、帰らせてくれ。そんなのダメだし。最後までやってくれなきゃ。私そんな説明かもするなって。わかったよ。行きゃいいんだろ。行きゃ。いやー、また門が勝手に。やっぱ怖え。勘弁してくれ。男福島の男泣きが異世界に轟く。その慟哭がまた俺を熱く燃えたぎらせる。君のことを切ってみよう。いきなり出た白塗りお化け。びっくりして足くじっちまった。打ち取った。水辺に浮かび上がる白塗りのお面ってやつ。はあ、楽しかった。また切り合おう。じゃあね。あいつお化けより立ち悪いな。でも人間なら喧嘩できっからまだマシだぜ。あんたもしかして私のために怖いの我慢して頑張ってくれてる？感じず、まさに、その弦とは裏腹に、お前の魂は燃えている。熱く。なわけねえだろ、バカ。ああ、もう、幽霊倒すの手伝いやれ。
さあ、また幽霊を乗っちまったぜ。俺の原稿って最強じゃね。マジで。いいんだよ、ここいかにもって感じじゃね。マジで勘弁しろって。いかにも出る、その概念に抗え。それがお前のポンコツだ。誰だ。邪魔をするなら消えてもらう。なんだこいつ。しかも鬼もいるぜ。どうなってんだよ。一つ目鬼を操る術者の霊、これってかなりヤバいかも。これはただ鬼を操る訓練をしていただけだ。来たるべき対戦に向けてな。そんなに隠れて熱血特訓してたってことか。なんだ、ビビらせんじゃねえ。ロモソ、水産。鬼を従えるとは清潔、その気迫、鬼はこたる俺の心をも震わせる。おい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 、なんだよあの巨大なお化けは。最後の七不思議、人を惑わしあの世へ連れ去る巨大な幽霊。最後の最後にこれかよ。マジで倒せる気がしねえ。鬼怖えけど、もう逃げらんで。男福島、巨大幽霊よ、退治してやら。生還の鍵はあの霊が握っている。行きたくば抗え、男福島。こいつら七不思議の連中、一体どうなってんだよ。もう一人の俺と上等医、二人の俺のうち影すら失うのはどっち。幽霊か幽霊か。ここまで来たら全員締めてやるぜ。最後のはガチヤバかったなあ。ってあれ、あいつどこ行った。なんだよ、探索のとこでも行ったのか。実はあいつも怖かったんじゃね。ガチで。あいつ何のことだ。最初から他には誰もいなかった。俺たちの、さあ乗ってきた。